私たち生物や自然に多くの恵みを与えてくれる太陽の光。太陽はなぜ光るのでしょうか。太陽が光る仕組みを紹介しましょう。太陽は太陽系の中心にあって、地球はその周りを回っています。太陽の直径は地球の109倍、重さは地球33万3000個分、表面の温度はおよそ6000度もあります。そして太陽の中心部の温度は1500万度に達します。太陽の主な成分は4分の3が水素、4分の1がヘリウムです。水素やヘリウムの最も小さな粒、原子は原子核と電子からできています。太陽の中心部は温度と気圧が高いため、水素やヘリウムの原子は原子核と電子に分かれています。そして密集して動き回っています。水素の原子核同士が激しくぶつかりました。すると水素の2倍の重さを持つ重水素の原子核になります。この時熱エネルギーなどを発生します。このように原子核同士が合体して他の原子核へ変化する現象を核融合反応と言います。今度は重水素の原子核に水素の原子核が激しくぶつかりました。するとヘリウム3と呼ばれる物質の原子核に変化します。この時も熱エネルギーなどを発生します。さらにヘリウム3の原子核同士が激しくぶつかると、ヘリウムの原子核と2個の水素の原子核に変化します。ここでも熱エネルギーを発生します。これをまとめてみると、このように6個の水素の原子核が次々と熱エネルギーを発生して、1個のヘリウムの原子核と2個の水素の原子核になります。太陽の中ではヘリウムが少しずつ増えていることになります。中心部で発生した熱エネルギーは数百万年かけて中心部より温度の低い太陽の表面へ向かっていきます。太陽の中にたくさんある水素とヘリウムが熱エネルギーの進行を妨げるため、数百万年もかかってしまうのです。表面では太陽の中心部よりも温度が低いため、原子核と電子がくっついて水素やヘリウムは原子になっています。熱エネルギーを受け取った水素やヘリウムの原子はお互いにぶつかり合って光を発生します。この光が宇宙へと走り始めます。太陽から出た光の一部は8分19秒後、私たちの住む地球に到着します。今私たちの身の回りを照らしている太陽の光は、数百万年も昔太陽の中心部で作り出された熱エネルギーが元だったのです。